クジラは、日本のポップパンクバンド、岐阜県出身、ピザオブデスレコーズ所属、大学の軽音部のメンバーで結成された。もともとは、ワケワカメボーイズというバンド名のコピーバンドであった。その後、海外のバンドのツアーに出演する際に、クジラに改名した。ヘイ・スミス主催の弾けて混ざりフェスティバルにおいて、VO、イカリのバンドやろうぜという言葉に、感化されて、 オリジナル曲を作り始める。クジラというバンド名は、ドラムのフチタクトがクジラを好きだったこと、クジラがクジラにしか聞こえない、超音波を発して仲間と意思卒業することから、伝わる人だけに伝えたいという意味から付けられた。というのは後付け。クジラをバンド名の候補に挙げたきっかけは、ゴジラ活動1年目で2枚のデモ cd を自主制作し、 どちらも1500枚を超えるセールスを記録した。2018年には、初めての全国流通版となる、ファーストミニアルバム、ディープダウンを発売した。2019年4月より、J、J-Wave、ザ・キングス・プレイスの水よパーソナリティを担当。これは、A 詞で歌うメロディックパンクバンドとしては、異例の抜擢であった。ありがとうございます。